絵画は語るっていう風なタイトルをもらった時に、やっぱり普段こう美術館に訪れてもこうキャプションを見て、ああふんふんこんな感じみたいなことで結構通り過ぎられることが多いかなと思うんですけれども、今回あの 詩にするっていうことだったので、まあそういうこう自分がその絵を見て何を感じるか、それはどうしてなのかみたいなところを深掘っていくっていうことがやれたらなというふうに考えて、あのワークショップを行わせていただきました。そうですね、あの意外と絵と詩の関わりって古くてですね、あの古代のローマのホラティウスっていうの詩人がいるんですけれども、まあ、彼がですね、あの詩は絵のようにっていうふうな言葉を残していて、あの詩は絵のようにあるべきだっていうことを言っていて、結構そのお互いの親和性ってすごくあるのかなと思っています。で今回あの実際に絵を見て詩にするっていう、そういうふうなあのワークショップさせてもらったんですけど、そうすることによってあの普段の鑑賞以上にものすごくこう絵と自分の間に対話が起こるんですね。なんかそこが一つの新しい鑑賞方法として面白いのかなと思いまして、まあ、すごく手軽に4行詞ぐらいだったら書けると思うので、まあ、なんかいろんな方に試してもらいたいなというふうに感じています。
パはもう行っちゃった。ママはすごく怒ってるけど、僕は食べたくないんだもん。ガシャン。ああ、早く遊びたいな。木々は強く生きることを願い、人々は支配することを願う。人々は気づかない。緑や水がありのままの世界にいたいことを。偽物の世界はどんな裏でも隠してくれる。綺麗な表の世界のように醜い私を映してほしい。手を伸ばすようなもみじの葉、これからどこに着くのかな。地元を離れ遠い遠いお出かけを。みーんみんみん、ざわざわざわ。苔が広がる先には大きな扉。どこからか楽しい声が聞こえてきて、懐かしい風景が思い出される。現実から逃げ出したい自分。門が私を呼んでいる。あと一歩、あと一歩踏み出せば安らぎの私。